living on Mother Earth. People laughing, birds singing. Transporting, manufacturing, constructing. Now we have to know that everything is connected. No borders, no discrimination. Lots of love and peace. It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new radio social community with Kinemansu Tsukamoto Nikki. Ashita no Kareji. なんか日に日にこうなんていうかな、秋ですねって感じになってきてますけど、まあ、日本にいる今あのここ東京でね、あ秋だなって思うのは、まあ、こう虫が鳴っている音とかちょっとこう肌寒い風とかなんですけれど、皆さんにとって秋だなって思うのはどんな瞬間ですかね。あの私が、これまで何回か、まあ、旅行で行ったアメリカの方ではですね、まあ、アメリカ人にこう秋だなって思う瞬間聞いてみるとね、 PSL の出現って言うんですよ。何 PSL って、思いましたかね。いや日本でもねちょっとこう最近 PSL が楽しめるらしいですよ。 PSL というのはですね、パンプキンスパイスラテです。はい、ちょっとね今日見てたニュースであったんですけれど、スターバックスさんが、今年の9月1日から全国で期間限定なんですけれど15年ぶりにパンプキンスパイスラテを再登場させたっていう記事がありまして、で私初めてアメリカに行った時がちょうど今ぐらいの時期、まあ、9月10月11月の3ヶ月間だったんですけれど、当時ねすごいこう衝撃でだったのが、どこに行ってもどんなお店にスーパーにデパートに入ってもどんなテレビを見ててもパンプキンスパイスラテだらけだったんですよ。もうなんかね猫も杓子も PSL って言ってて、もう、まあ、その PSL ってつまり、まあ、パンプキン味にこうシナモンとか、もういろんなそのスパイスがこう程よい感じで混ざってて、でまあ甘いけれどスパイシーなそのフレーバーが、まあ、元々スターバックスで火がついたのかなと思うんですけれど、まあ、ここからねもうアメリカ中もう秋といえばパンプキンスパイスラテってなっちゃってまして、もう今ではなんだろう、もうヨーグルトにアイスクリームにオレオにポップコーン、キャラメル、食パン、お酒までもうパンプキンスパイスラテフレーバーでもうてんこ盛りなんですね。でもあまりにもちょっと人気になりすぎちゃって、なんか私の友人とかはもうあれはもう無理ってなっちゃったんですけど、まあ日本で言えば何かな、月見バーガーとかあんな感じ。うん、でそれがまあ月見バーガーがタピオカぐらいに盛り上がったっていうのを想像してください。それが PSL です。で、まあ、そんな PSL が日本のスターバックスでもこの15年ぶりに、楽しめるということはね、まあ、ちょっとおっと思ったニュースでした。まあね、まあ、これからどんどん肌寒くなっていく、まあ、秋のね、日にちょっとこうホッとするような、甘いけど甘すぎないちょっとドリンク飲んでみたいなという時は、もしねちょっとチャレンジしてみてければ、スターバックスさんのこのパンプキンスパイスラテいかがでしょうかね。でも本当にもうあの当時アメリカでもうどこに行ってもパンプキンスパイスラテ なんちゃらっていうのがついてたのはね、ちょっとあの衝撃だったの今でも覚えております。はい、私もかぼちゃも大好きです。はい、でまあ、今日はちょっと、ね、パンプキンの話は置いておいて、でスパイスも置いておいて、ラテからミルクを取り除いた、そうです、コーヒーについて今日は学んでいきたいと思います。ということで今日のクラスはこちら、明日の食べる学部、美味しいコーヒーの未来。改めましてキニマンス塚本ニキです、本日9月7日火曜日の明日のカレッジは、そうです、コーヒーに迫ります。
皆さんコーヒーはお好きですか？まあ、私はね、まあ、フレーバーラテとかも嫌いじゃないですけれど、まあ、家で飲むとしたらもうストレートブラックのコーヒーをね、こう朝コポコポコポって入れたりするの好きですけれど、まあ、これまでも明日のカレッジでは、美味しいコーヒーの秘密と題して、まあ、去年11月18日結構前ですね、1回取り上げました。でその時はこのコロナ禍のおうち時間を、まあ、楽しい時間にしてくれるおうちでのコーヒーの楽しみ方などについて、コーヒーの、お話を聞きましたけれど、本日はコーヒーショップの視点ではなく生産者のお話です。本日はグアテマラでサステナブルなコーヒーを作る生産者のリアルな声をお届けしながら、美味しいコーヒーの未来について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。皆さんのコーヒーにまつわるエピソード質問などお待ちしております。生産者に聞いてみたいこと、またコーヒーへのこだわりなどなど何でも教えてください。ツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジ、メールはローマ字で明日のアットマーク tbs.co.jp、 ファックスは 0355620954 です。 OK、 社会と向き合い次の100年を学ぶ明日のカレッジ、今日も一緒に学びましょう。まずはボートレースの CM ソングにも使われているこの曲から、秋山黄色ナイトダンサー。はい、 YouTube の皆さん、今日もよろしくお願いします。はい、もうね、もう夜こんな時間だから、もうコーヒーはちょっと飲めないなって人もいると思いますけれど、まあね、朝飲む、昼飲む、もう夕方飲むっていう人いるかもしれませんが、今日は皆さんがね、まあ、日頃たしなんでるであろう、コーヒーの、こう、生産のリアルな話をお届けしたいと思います。はい、このコロナ禍でいろいろ大変な状況にありますが、まあ、そんな中でも、いろんな工夫を、しながら、サステナブル、持続可能なコーヒーを作ってらっしゃる、グアテマラの人々の話、ぜひ、一緒に学んでいきましょう。皆さんからのご質問、メッセージ、お待ちしております。今日もよろしくお願いします。時刻は10時9分になったところです。ここで TBS ニュースニュースデスク、長田慎さん、お願いします。はい、お伝えします。新型コロナウイルスに関して、全国で今日これまでに15,597人の感染が発表されています。重症者は昨日から11人増えて2209人となっています。死者は62人発表されています。都道府県別では、東京都が1629人で、16日連続で前の週の感染者数を下回っています。このほか、緊急事態宣言が出されている大阪や沖縄など21の都道府県すべてで、前の週の同じ曜日を下回っています。今月12日に期限を迎える緊急事態宣言について、全国の知事から延長を求める声が上がっています。
すでに政府に宣言の延長を要請したのは広島県と栃木県です。また埼玉県も政府に延長を求める方針です。このほか神奈川県、京都府、福岡県も延長は避けられないとの認識です。一方、政府は首都圏の4都県など大都市部を対象に宣言の期限を延長する方向で調整に入っています。新型コロナの影響で今月、公立の幼稚園や学校について臨時休校や短縮授業など何らかの措置を実施する自治体が全体のおよそ3割に上ることが分かりました。夏休みの延長や臨時休業の期間は幼稚園が平均 6.2 日、小学校と中学校は平均 4.7 日でした。一方、臨時休校や授業短縮など何らかの措置を実施すると回答した自治体の中でオンラインで家庭学習を行うと回答したのはおよそ3割にとどまりました。愛知県常滑市で先月29日に行われたヒップホップ系の野外音楽フェスについて、岐阜県でも複数の参加者が新型コロナウイルスに感染していたことが分かりました。また愛知県もこのフェスに参加したとみられる14人をクラスターに認定しました。経済産業省はイベントを支援する補助金3000万円の交付の決定を取り消す方向で最終調整に入りました。ポスト菅を決める自民党総裁選挙をめぐり、石破派は今日午前会合を開いて協議しましたが、結論を持ち越し、会合で石破氏はさらに意見を聞いて決断していきたいと述べました。一方、高市早苗前総務大臣は早ければ明日にも総裁選への出馬を正式表明する意向を示しました。またすでに出馬表明した岸田前政調会長は企業や団体を回り、野田聖子幹事長代行は菅総理を訪ね総裁選への意欲を語りました。カジノを含む IR 統合型リゾート施設の事業をめぐる汚職事件で、東京地裁は今日、収賄などの罪に問われた衆議院議員の秋元司被告に対して懲役4年の実刑判決を言い渡しました。東京地裁は収賄に限らず証人の買収という前代未聞の司法妨害に及び長期の実刑は免れないとしました。弁護団は会見を開き、判決は根拠もなく妄想で補っていると批判し控訴しました。以上、ニュースをお伝えしました。長田さん、ありがとうございました。以上 TBS ニュースでした。この後は今日の講師が登場、学びの時間が始まります。明日のカレッジ。明日のカレッジ。ラジオと YouTube でお届けしている明日のカレッジ。今日のクラスは明日の食べる学部、おいしいコーヒーの未来。
今日の講師の方をご紹介しましょう。グッドコーフィーファームズのカルロス・メレンさんです。カルロスさんはグアテマラのご出身。旅行で訪れた日本に魅了され、18歳だった2000年に北海道に移住しました。いくつかの職を経て2011年にグアテマラ産の高級コーヒーを輸入する会社を設立。その後コーヒー生産や流通の現実、多くの困難を抱える生産者の存在を改めて認識し、現在は日本を拠点にサステナブルなコーヒー生産をサポートする活動を行っていらっしゃいます。カルロス・メレンさん、よろしくお願いします。オラ、よろしくお願いします。オラ、コモエスタース。ビエン、グラシアス。あ、もうコモエスタース以外にも言えるスペイン語があんまりなくてすいません。上手です。ありがとうございます。メヤモニキ。おー、メヤモカルロス。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、グアテマラから北海道に移住ってかなり全然違う環境ですよね。そうですね、全然違うです。はい、その18歳の時にもう日本に住もうともう決めたんですか？いえ、そういうプランではなかったんです。あ、そうなんですか。はい、でも日本に来るチャンスは来ましたんで、うん、行ってみたいと思った、はい、で来ました。はい、2ヶ月ぐらいのためだったんですけど、もう20年以上になります。2ヶ月のはずが20年そうなんですね。はい、でそのまあ20年の間にいろいろなお仕事をされて、で今はコーヒーを、グアテマラのコーヒーを輸入する会社の他に、このグッドコーヒーファームズという団体を始めた。そうですね、はいはい、このグッドコーヒーファームズはどういう団体ですか？そうですね、グアテマラの小規模農家の生産者団体です。うん、約200名の小規模農家は、はい、参加してます。グアテマラの小規模農家さん、はい、200人。はい、小規模というと、その家族でやっているとかですか？そういう感じですね、家族でやっているとか、はい、会社まだ行ってないんです。その家族でコーヒー農家をしている人たちが200人集まった団体。はい、そうです。はい、それは、それをカルロスさんがマネジメントをしている。そうですね、2017ぐらいは、2017の頭はグアテマラにいて、その、生産者団体をスタートしました。はい、最初はそうではなかったんですけど、いろんな人参加しました。なぜこの200人集めて団体を作ろうと思ったんですか？最初はそういう予定ではなかったんです。でも自分はそのテストした方、自転車で、で自転車、そうですね、自転車ですか。エネルギー使わないでコーヒー作りたかったんです。エネルギーを使わないでコーヒーを作りたかった、はい、そもそもエネルギーというのはその電気とか、電気とかガソリンとか、ガソリンが、はい、はい、機械が使うので、はい、ちょっとすごいベーシックな質問ですけれど、はい、簡単にコーヒーの作り方について教えてもらっていいですか？わかりました。まずコーヒーはチェリーです。チェリー、はい、コーヒーチェリー、さくらんぼみたい。コーヒーのさくらんぼですか？コーヒーの木は結構いっぱいチェリーが出る、でさくらんぼの大きさみたいの、フルーツです。はい、果物、あれはフルーツなんですねそうですね、とても甘いんです。でその中のものを取るためには機械が使う。なるほど。そのチェリーの中に豆が入っている、はい、そうです、はい、そういうことです、はい、なるほど。で機械を使う、はい、なるほど。ところは、そのグアテマラでいろんな問題があるんですけど、まとめると3つの大きい問題はあります。はい、3つの問題、はいはい、その1つ目はその機械は必要です。うん、でその機械は、結構高いんです。何千万円する、何千万円もする日本の農家さんでもね、ちょっと買うのはちょっと躊躇しますねそうですね、はい、ちゃんとしてるものはその値段するんですね。うん、で、生産小規模農家は、もちろんそういうお金はないんですね。はい、うん、で、グアテマラの生産者は、97% ぐらいは小規模農家です。97% が小規模、はい、グアテマラで。そうですね。その普通は
普通のそのコーヒーのその流通のシステムは小規模農家さんが作ったコーヒーのロットをなんかその大きな会社がまとめて全部買って、でそれがこう日本に送られたり、そうですね、うん、そういう高い機械が持ってるところ でまとめるんですね。その、 あの間に入る人は結構何人がいるんですね、はい、でそれチェリーのままで買って、その大きい機械で、まあ、打刻みたいなのその皮を取る、はい、打刻、ね、はい、うん、そうですね、でそしたら付加価値ないですね、あのチェリーのままで売ると。そうですね、まあ、農家さんにとってはその、まあ、機械を買わなくていいけれど、でもその一番安い状態で売らなきゃいけない、はい、そういう問題ですね、機械が。そしてでもその機械はあの、まあ、インダストリアルってなんていうんですか、工業的な、工業的なものので、はい、エネルギーは、うん、あの結構使いますですね。そしてもう一つの問題は、まあ、水、ウォーター、うんうん、結構使います。水も使うんですか、はい、どういうプロセスで使うんですか。そうですね、あのコーヒーチェリーはまとめたところから、うん、あのその機械に流すために、はい、あのコンベイジャーの代わり、コンベイヤー、はいはい、の代わりに、はい、ミスで流すんです、はい、でそしたらその機械に入るとその、機械は皮をむく、はい、で、あと、まとめたところでは、ちゃんと熟しているものと熟してないものもあるので、うん、ミスで割れないようになってるんですね。結構大変なプロセスがあるんですね。大変ですね。でも結構あのミスはあのびっくりするレベルの量が使うので、それは大変で、最後の最後はそのミスは川まで、であの行くんですね。あ、そこで最後は川に流れる、はい、はい、それを見てびっくりしました。あの、大変なと思いましたですね。どうなっちゃうんですか。結構もう川はもう断面になってる。あのコーヒーのその殻からそうですね、あとコーヒーの、まあ、フルーツですから、うん、あの中身はあの、ジュースが入ってる、あの糖度結構ですね、あの マンゴーとに似てる甘さです。そんなに甘いんですか、はい、コーヒーのチェリーって。そうですね、ちょっと一度食べてみたいですね美味しいですよ、はい、でもその、まあ、コーヒー豆を出すためにその甘いコーヒー の, そのフルーツ全部その流して皮にあの流し込んで、で皮が汚れてしまう。そうですね、でほとんどの皮もあの死んでますですね。マジですか。もう魚もいないし、水の量もすっごい減ってるんで、はい、うん、で必ずそういう、まあ、工場があるところは川の隣です。あ、それはかなりの問題ですね、はい、そうですね。で、まあ、3つ目の問題は、値段。値段、はい、うん、あのマーケットの値段はとっても大変安いになってるんで、うん、あの生産者の、コストカバーできないぐらいです。コストがカバーできなかったらビジネスになりませんよね。そうですね、うん、で、まあ、簡単に考えると、いや、やめればいいとかで別のことをやった方がいいと思うんですけど、あの歴史があるし、うん、昔から、まあ、そのコーヒーがやってるでそのノウハウしか持ってないので、うん、あとホープがあるんですね、はい、来年は良くなる、あ、来年こそもっと良くなるっていう希望がある。そうですね、あ、で今私はそんな感じですね。そうなんですね。その小規模のコーヒー農家さんがグアテマラのコーヒー農家の 97% っておっしゃってましたけど、そうですね、じゃあ例えばその普通の小規模農家さんだったら、例えば1年にどれぐらいコーヒー の, あのチェリーを作れる、売れるんですか。あ、そう、それぞれにあるんですけど、うん、あの、まあ、小規模の農家の中では、あのキロでいうと、まあ、コーヒー豆はだいたい200キロから、まあ、800キロぐらい、その間の方が、あの、そうです、はい、一番多いんですね。あので、まあ、もちろんあのそれだけで、あの1年もあの生活できるではないんですね、はい、それもあるんですけど、はいはい、なるほど。じゃあちょっとこういったいろいろなグアテマラの、まあ、小規模農家さんが持っている問題をカルロスさんは何かしたいと
思った。はい、そうですね。はいはい、まあ、自分でコーヒーブランドは日本でスタートした時は、うん、もっとそのコーヒーのについて勉強しましたんですね。はい、リサーチしました。はい、もともとコーヒーの専門ではないんです。ではない、日本に来てから。日本に来てからコーヒーの勉強を始めたんですか。18歳で来たんですね。で、グアテマラ出身ですって言ったら、いつも、あ、コーヒーだって。あ、コーヒーの国の人って言われる。そうです、はい、そう、それで初めて、あれ、ここまでコーヒーは、グアテマラのコーヒーが有名だって初めて分かったんです。まあ、なんか日本人がグアテマラに行ったらなんか寿司侍って言われるような、そうですね、そんな感じですね、はい、でそこからもっとそのコーヒーのことに気になって、うん、まあ、あと美味しいコーヒーブランドを作りたいなと思って、それでスタートしました。はい、でもその問題が見てからグアテマラでじゃあちゃんとのフェアトレードとか、うん、ちゃんとのサステイナブルなことをしたかったんです、うんうん、はい、でそれでまずその200人の小規模農家さんたちを集めて、まあ、その何でしょう、例えば、まあ、お金を貸すとか機械を買ってあげるとかそういうことをしたかったんですか。そう、まあ、リサーチで見たらやっぱり結構高いんですね、うん、そして、まあ、普通の生産者はそれは求めてる、その機会が欲しいけど、それ私も見てそれは答えじゃないなと思いましたんですね、うん、それはお金だけ作るためにはいいなんですけど地球のためにはならないですね。大変になる。だから川を汚してしまうから。そうですね、はいはいはい、それもあるし、ノウハウもいろいろノウハウも持てないのでそれ大変なと思いましたんですね、うん、あとその今のコロナのパンデミックも何でしょう、その、まあ、世界中の、ね、人たち影響していますけれど、グアテマラの多分その山の、ね、中に住んでいらっしゃるコーヒー農家さんたちはコロナでどう影響を受けましたか。はい、あ、大変ですね、結構向こうはロックダウンはとても厳しいです。はい、ちょうど今は、夜の10時から朝の4時までは外出るはダメです。夜の10時から朝の4時は完全に中にいなきゃいけない。はい、そうです。で罰金があるんです。罰金、はい、で罰金は9万円までは9万円乗せたらいけないんです。それは厳しいですね。1ヶ月の給料は3万円いかないのに、生産者ですね、はい、そのエリア。じゃあもう皆さんしっかり守っている、はい、でも出稼ぎはできないになってるのは今すごく大変ですね。あ、はい、やっぱりその出稼ぎの皆さんは普通だったらお仕事している時間ですか。そうですね、収穫時期は1月から4月の間で、それはなくなると、まあ、出稼ぎするんですね、うん、でも今はそれはできてないので。じゃあ結構その収入もなくなってしまったりする人たち多いですか。はい、そしてそれだけではないんです。もっと問題は、はい、出稼ぎできない、収入になってないのに、リビングコスト、生活費は高くなってるんですね。高くなってる、はい、ガソリンの値段とか、野菜入るとかその食べ物入るのはもっと高くなってるので大変になってます、はい。グアテマラではコーヒー以外に野菜とか食べ物はどんなものを作ってますか。あ、まあバナナとか、うん、まあ、カカオもあるし、うん、まあ、結構フルーツが多いんですね、はい、サトウキビも結構あります。サトウキビも、はい、うん、でもそのやっぱり外国から輸入するものも多いからそれがコストが上がってしまって、それもそうなんですけど、中で別の町が作ってる食べ物もある。例えばその私たちがいるエリアはどこ見てもコーヒーしかないんです。あ、もうコーヒーしか作ってないエリア。そうです、はい、はい、で、いろんなファーマーはハンドピック、する仕事がある。あまり土地は持てないので、うん、ファーマーだけどファームがないっていう問題がもうあるんです。ファーマーだけどファームがない。そうです、出稼ぎに行ったりする。そうですね、コーヒーの、ファーム以外はその、他のトモロコーシーとかそういうものを作る、エリアはないので大変ですね、はいはい、それを見て
グッドコーヒーファームスとして何かしたいなと思って、去年からあとアイディアがあったんですね。収穫時期終わった後は、彼たちのためには土地借りてそこでトウモロコシ畑作る。コーヒーじゃないものも作れるようにする、はい、作れる食べ物になるし新しい収入もなると思ったんですね、うん、私の考え方では物をあげるではなくノウハウをあげるとツールスあげる、うん、そっちの方がみんな自分で一生懸命頑張るそういう感じでやってますね、うん、チャリティーではなくて、まあ、その最初のサポートだけして、はい、あとは頑張ってできるよっていう風にする。そうですね。で今は知ってるノウハウは私日本で学んだ、仕事のマナー、はい、そのまま向こうに教えてる。例えば朝礼するとか。朝礼する。そうです。やってるんです。グアテマラのコーヒー農家さんが朝礼するんですか。そうです。毎日収穫時期朝の6時ぐらいは朝礼する。しかもユニフォームをあげました。ユニフォーム、はい、どんなユニフォームですか。白いポロシャツとか、まあ、帽子とかブーツとかちゃんとみんなのためにチームになってほしいだと思ったんです。あとクオリティも、頑張るためにはマインドセットをチェンジしないといけないなと思いました。ですね。すごい。じゃあそういったそのカルロスさんが日本でのその会社経験で学んだことをグアテマラのコーヒー農家さんに伝えてる、はい、じゃあ今はもう完全にあれですか。コロナでもうカルロスさんは日本でグアテマラとリモートでやり取りしてる。そうですね。2017と2018年は半年ずついたんで、はい、それで教えた。でその後はリモートでやってるんですね。そうなんですね。ちょっと先ほど自転車がどうのこうのって お話ありましたけど自転車でコーヒーを作りたいって、はい、ちょっとよくわからなかったんですけれど、はいはい、その自転車のお話ちょっと聞かせてくれますか。もちろん、はい、そうですね。サステイナブルでやりたいと思った。でサステイナブルは、地球関係、うん、あと、人の、経済、経済、はい、と社会、うん、その3つは大事だと思ったんですね。そうですね。まあ、そうサステイナビリティはそうなんですけど、うん、ほとんどの人は地球関係のことしか見てないんですね、うん、私の考え方ではその、人のことをまず手伝ったらその地球のことは後で、まあ、なんかいいことになりますね。なるほど。あ、そのまず環境ではなくてカルロスさんの考えたのはまず人を助けたらその自然な流れで地球環境も守られると思った。そうです。例えば森守りましょうと言っててもでも彼たちは明日何食べるって心配があるとそれは考えることはできないんです。そうね、はい、自分のご飯はどうするのって思いますよ ね。 そ, うですね。それで彼たちにリアルの、シチュエーションの問題で何ができるかと思ったら大きい機械をあげると例えばですね、うん、お金あっ ても機械買うんだけどその機械の今度メンテナンス、どうやって使うとかそのノウハウ持ってないんで大変ですね。あとガソリンも電気も高いし、そうですね、結構いろんな問題がある。それはもういろんなところで見たことあるのでシンプルの機械で自分たちでメンテナンスもできるしそして簡単で移動するものは作りたいなと思ったんですね、はい、でそれでまあ、簡単ではなかったんですけど、自転車で動く機械が作りました。自転車で動く機械、はい、じゃあつまり電気もガソリンもいらない、はい、はい、そして水ゼロ、水もゼロ、はい、ここでですね突然ですがワールドコーリングですはい、はい、この自転車で水もガソリンも電気も使わずにコーヒーで何をしているのかぜひ見てみましょう。今日のワールドコーリングはグアテマラ共和国のグッドコーヒーファームズの皆さんです。現地は朝の7時半ですが、あ、 YouTube の画面に映ってます。ちょっとオラーオラーオラーオラコモエスタノセスクチャンブエノスディアスここだいいですね。あ、すごい、ブエノスディアス、こんな
朝早くからたくさん集まってくださってありがとうございます。グラシアス。ちょっとここからねカルロスさんの通訳がちょっと必要になると思うのではい頑張ります。よろしくお願いします。今YouTube の画面にもね映ってますけれどグアテマラの、グッドコーヒーファームズのスタッフの皆さんが白いシャツ着てますね。はいそうですね、はい、でなんだあれは青い何でしょう。大きくはその自転車、ね、パルピンという機械です。じゃあちょっとここからではですね現地のスタッフの皆さんに実際にこの自転車の、実演をしていただきたいと思います。はい、お願いします。¿Podrían mostrarnos la bicicleta, por favor, y presentarse primeramente, Isaías? Sí. Isaías Morales y soy el líder o el representante en Guatemala de Good Coffee Farmers. Estamos aquí para mostrarles un poco lo que hacemos el equipo okay. de trabajo. Gracias.Isaías Morales です。ガテマラのそのエリアの、ガテマラのコーヒーリーダーです。コーヒーリーダーさん、イサエスさん。はい。で、今頑張っています。向こうでコーヒー、みんなのため作ってます。おー、グラシアス。グラシアス。はい。オトラペルソナマス。グディアス。ノンブレス、アルピノウォッチ。おはようございます。イヨッパッ、エキポデ、コーヒーデカフェナマス。Gracias, Karemo, cesancha, disculpe, chuto, kikoe na katta en desu kedo. Hai. Kore, hontou, wakai katagata mo ooi desu ne. Sou desu ne, kekkou imasu. Hai, koete, ima, warewale, Guatemala no, nan teiu chiiki desu ka, koko wa? Colis. Colis. Colis teiu, Jalapa.はい、コリースの皆さんと、はいライブレポートでつながっておりますが、ね、すごい時代ですね。でそのさっきおっしゃってたカルロさん自転車でコーヒーのどんなプロセスをやってるんですか、はい、Nos podrían mostrar la bicicleta, por favor, subirse y pedalear y acercarse a mostrar cómo funciona. Yo, ajá.アクションこの感じでペダリングでペダリングまあ、自転車といっても、まあ、動いては固定された自転車の前方に Continúe, por favor. 大きな何だろうこう上路があって滑り台がついてますね。そうそうそう、その上から上チェリー上からチェリーを流すで、はい、でその中でかドラムがある、それを動いたら、はい、皮を剥くんです。これペダリングすると皮が、はい、チェリーの皮が剥ける。そうですね。muestra adentro, por favor. 今そこからチェリーは出る。でそこの滑り台から、はい、その剥いたチェリーが出てくる。そうそう出てくる。そして下は皮、別の入れ物に、落ちるんです。はい、これカルロスさんがデザインしたんですか。これは私考えたんです。はい、デザインもしてます。すごい。この1日でこのプロセスは何時間ぐらいするんですか。3、4時間ぐらいはする。3、4時間、じゃあずっと皆さんこの自転車を漕ぐ作業している、はい、ちょっと聞いてみたいんですけど、今漕いでる人に聞いてみたんですけど、はいはい、結構疲れませんか。Hay una pregunta. ¿Se cansa al usar la bicicleta?Perdón, Carlos, no le escuchamos. Hay una pregunta. ¿Se cansan al usar la bicicleta? Que si te cansas al usar la bicicleta, dice. No. No. Se cansa, va a decir. A mari, no sé si no hay. Estoy a mari, ahora no hay. Ah, sí. Sí, no sé. 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 No sé.コストも低くて。そうですね、実はその重くならないんです、その自転車、うん、でみんなはいつも喧嘩している。自分は乗りたい。コーヒー逆ですね、みんな嫌な仕事はコーヒーチェリー入れる、はい、そっちの方が嫌で、自転車乗ってる時はみんな携帯見てるんだから。あ、じゃあ結構みんなその携帯で遊んだりこうそうそう、おしゃべりしたり結構楽な時間なんですね。ゲームとかやってるんですよ、自転車しながら。あー、
そうですね。ちょっとどなたか答えていただける方に聞きたいんですけれど、はい、このグッドコーヒーファームズで皆さんこう集まる前と今どんな違いが今ありますか？その前と比べて何が変わったって聞きたいです。Isaías, hay una pregunta. ¿Sí? En comparación de antes que entraran a formar parte de Good Coffee Farms y ahora, ¿cuál es la diferencia que nos puede decir de una manera corta? La calidad de personas que tenemos ahora, hay un cambio diferente, grandísimo. 人のクオリティと言います。ライフクオリティと仕事のクオリティが変わってる。¿Qué más? Las cantidades también de café que se trabajaban antes, la diferencia también en higiene. きれいになってるし、コーヒーの作ってる量も違う。あとコーヒーの価値も高くなりましたか？¿Qué tal con los precios?También hay una gran diferencia, bien marcada. それも結構大きい違う。ちゃんと結構すぐ見える、その違い。ああ、もうはっきりと違いが見える。はっきりが見える。で、それでその生活の質も仕事の質も上がったという。Podría decir que la calidad de vida les está mejorando? Claro, a eso me refería cuando le hablaba de la...calidad de personas que tenemos ahora. Por ejemplo, antes no sabíamos lo que sabemos ahora del café. もちろん、さっきはそのクオリティって私が言いましたんですけど、それについてでした。自分のライフ、生活のスタイルは上がったんで、前と全然違うんです。今はね、そのコロナで、まあ、そのコーヒーの、まあ、輸出量も下がっていると思いますけれど、この皆さんが今こうやってる新しいシステムのこのコーヒー作りは、これからグアテマラでもっと広まってほしいと思うか、ちょっと皆さんに聞いてみたいです。Dadas las condiciones y la situación de la caficultura, los problemas que hay, esto de Good Coffee Farms y de hacer café con bicicletas, ¿lo ven positivo y quisieran ustedes que crezca dentro de Guatemala?Claro, no solo en Guatemala, quizás en otros países también, porque es algo diferente, es algo que ayuda al ambiente y a las personas también, a las familias. もちろん、Guatemala だけではなく、世界中にこれも入ってほしい。これは生産者、のためだけではなく、家族、みんなのためになっています。そうか、確かにね、まあ、世界のいろんな国でコーヒーは作られていますけれど、こういった小規模の生産者の人たちが生活のクオリティを上げるためにも、家族の未来のためにも、はい、こういったことが広まったらいいですね。あ、はい、YouTube のちょっと画面が切れてしまいましたけれど、ここら辺で、あ、はい、もう皆さんね、朝の忙しい時間をどうもありがとうございました。Muchas gracias a todos y despídanse con un saludo como lo hacemos.A la una, a las dos, permite, júntense un poquito más, por favor. No, bye bye, si tal. Júntense más. A la una, a las dos y a las tres. ¡Gambari macho! ¡Gambari macho! ¡Gambari macho! ¡Arigato gozaimasu! ¡Mucho gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Oh, ¡mucho gracias! ¡Oh, bye bye! ¡Nos esperamos el próximo día!ありがとうございました。Gracias. はい。あ、なんかちょっと感動しちゃったな。なんか、いや、今までたくさんワールドコーリング、この、明日のカレッジでやってきましたけれど、はい、こんなにたくさんの人が一度に集まってくれたの初めてです。いやでもカルロスさんはね、もうコロナがなかったら、もうグアテマラの日本行ったり来たりしてたと思いますけれど、はい、そうですね。どうですか、今こうやってこうズーム越しでこう皆さん の仕事の頑張りぶりを見て、すごいみんな、私は日本に来てチャンスがあったんですね、うん、向こうにいたら彼たちもそのチャンスは感じたんですね。今でしょみたいで、もうやるしかない頑張るで、それで、一生懸命、コミュニケーションもちゃんとしてます。いや、なんか最後の
頑張りましょう、ね、そうですね頑張りましょうという言葉は僕もないんです。説明しました。自分にとってはそれは素敵な言葉ですね。日本のやっぱりグアテマラにはちょっと同じ似たような言葉はないないんですね。あの結構長い説明になる長い説明になる一言でも頑張りましょうとないんです。なるほど。いや素敵なお話をグアテマラの、グッドコーヒーファームズの皆さんの、バイシクルドライバイシクルパルピング、はい、自転車式の脱穀機の実演付きで、教えていただきました。今日の明日のカレッジはサステナブルなコーヒー生産をサポートするグッドコーヒーファームズのカルロス・メレンさんと明日の食べる学部おいしいコーヒーの未来、この後も引き続きお送りします。明日のカレッジ明日のカレッジ。It's time to learn more for the beautiful next 100 years. 次の100年のために。明日のカレッジ。キニマンス塚本二希が進行している明日のカレッジ。今日のクラスは明日の食べる学部、おいしいコーヒーの未来。サステナブルなコーヒー生産をサポートするグッドコーヒーファームズのカルロス・メレンさんをお迎えしています。カルロスさん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしてここでですね、実はもう一人講師の方がいらっしゃってるんです。リーブスコーヒーロースターズの石井康雄さんです。石井さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。石井さんは元プロボクサーの方、はいでして、引退後は飲食業界で活躍された後、本格的にコーヒーの世界の扉を叩いた異色のロースターということです。カルロスさんのコーヒーに対する情熱と彼らのサステナブルな取り組みに感銘を受けて、グッドコーヒーファームズを応援されています。今回特別友情出演してくださることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、石井です。はい、こちらもね、元プロボクサーからのコーヒー焙煎師というなかなかの経歴ですけれど、もともとコーヒーはお好きだったとか。もともと実はブラックのコーヒー飲めなかったんです。飲めなかった、はい、苦すぎて。そうですね、あとやっぱお腹が痛くなっちゃってたんですよね。あら、はい、飲めなかったですもともとは。じゃあ なんでわざわざコーヒーをやろうと思ったんですか。飲食業しかやってなかったんですけど、はい、ある時、2010年ですね、うん、友人からいただいた、ま、コーヒーが今まで飲んでるコーヒーとも全くこう黒くて苦いコーヒーではなくて、うん、甘くてフルーティーなコーヒーだったんですよ。へー。でそこからこうもう知りたいってなって、はい、で知りたいから今度自分でこう知ってくと入れてみたい、うん、で入れてみたい飲んでみたい で、うん、でそれを今度できるようになってくると、うん、今度それを人に出してあげたいってなってきて、はい、気づいたら今です自分で入れたそのコーヒーを飲んでもお腹痛くなったりはしなかった。はなかったんですよね。その焙煎の浅いタイプのコーヒーっていうのは大丈夫でしたね。へえ。まあそのじゃあなんでしょう、コーヒーと一口で言っても本当にいろいろな、うん、まあ豆の種類もあるし、焙煎の仕方も多分変わると全く変わってしまうんじゃないかと思うんですけれど。そうですね、はい。まあそうやってこのコーヒーの、まあ、世界にどんどんのめり込んでいたというわけで、うん、カルロスさんとはどういったきっかけでお知り合いになったんですか。今年の、3月に、うん、今年の分のそのガテマラのコーヒーを日本に何をこう輸入するかっていう、うん、その選別カッピングっていうそのコーヒーを評価するあの作業があるんですけど、はい、まあ、それで、まあ、カルロスから、うん、まあ、ぜひこう日本がどういうコーヒーが受けるのか、あの売れるのか、あの見てほしいということで、うん、そこで初めてこうお会いした感じでした。うん、
でいかがでした、あのカルロスさんのコーヒー。いやカルロス情熱がもうすごくパッションがすごくて、はい、もうすごいまっすぐだし、うん、そこになんか僕もこう感銘を受けたというか、はい、うんうん、そのあのカルロスさんが石井さんにその日本ではどういうコーヒーが、まあ、売れるか人気になるかっていうことを知りたかったとするんですけど、実際にはどういった 豆というかコーヒーが好まれるんですか、日本では。日本の方は特に、まあ、ロースター目線で言ってしまうと、うん、まあ、甘くてこうクリーンで、うん、あとはその産地個性がしっかりある、うん、まあ、スペシャリティコーヒーはあの風味がとっても豊かなので、はい、その個性がしっかり出てるもの、あでなおかつクリーンで甘くてっていうコーヒーはもう受けますね、日本と、うん、じゃあもうしっかりと産地がどこで、うん、風味があの、まあ、甘いというかそのフルーティーなものという、うん、まあ、そういう情報をもとに選ぶ消費者も多いということですか。そうですね、うん、はい、結構なんかコーヒーが苦いから苦手っていう人も実は少なくないのかもしれませんね。うん、うん、でもそうやってなんでしょう、あの、まあ、いいコーヒーってちょっと言うのも乱暴に言い方かもしれませんけれど、そういったその、まあ、日本の、まあ、マーケットにこう、まあ、受け入れられやすいコーヒーの魅力をこのカルロスさんのグッドコーヒーファームズで見出せたということでしょうか。そうですね、うん、まあ、新たな出会いというよりは、まあ、そのカードが増えたっていうかイメージですかね、チョイスするカードが増えた、はい、うん、はい、まあ、このコロナ禍でね、ちょっともう先ほどカルロスさんとの話にもありましたけれど、まあ、ちょっと、まあ、輸出生産者さんから輸出されるコーヒーの量が、まあ、結構減ってしまったり、まあ、我々もやっぱりねちょっとこう外食とかしなくなった部分もありますから、以前みたいにこうガバガバ飲まなくもなったのかなと思うんですけれど、ここでねちょっと石井さんが私たちのためにコーヒーを入れてくれるということでして、はい、それちょっとね見させていただきながら、はい、ちょっとお話を続けようかなと思うんですが、ちょっとここでねちょっと結構有名なロースターさんがコーヒーを入れてくれるとは、ちょっとすごい贅沢な体験ですが、はい、頑張ります、よろしくお願いします。はい、いいですか、はい、はい、あ、はい、じゃあ あちらの方でいろいろちょっとこうセッティングがあるみたいですので、はい、カルロスさんはグアテマラ その18歳までグアテマラで、はい、そうです、それまでは何でしょう、グアテマラでは普通にコーヒーはよく飲むものですか。そうですね、それも日本に来てからちゃんと見えるになりました。ああ、なんでか朝ごはんは当たり前コーヒーが出る、朝ごはんコーヒー、はいはい、10時ぐらいはコーヒーブレイクがあります。10時にコーヒーブレイク、はい、ランチにもコーヒーは、まあ、オプションで飲めるけど、まあ、飲む人多い、はい、2時はまたコーヒーブレイク、2時のコーヒーブレイク、はい、でこれは面白い話なんですけど、雨の日は子供の時はですね、雨、まあ、スコールが1時間とか2時間で、はい、終わったらすぐ走ってパン屋さんに行ってパン買う。なんでちょっと涼しいになるので、コーヒーとパン食べるのはみんな好きです。スコールが降った後はパン屋さんのパンとコーヒーを飲む。そう、でも喧嘩するぐらいですよ、走って。でたまにはもうない、あれと思って、いや次のパン屋さん行く。なんかその何でしょう、雨がザーって降ってで終わって、はい、なんかちょっとすっきりした気分。そうですね、はい、そしてディナーの後またコーヒー、ディナーの後もコーヒー、はい、じゃあ1日に5、6杯ぐらい飲んでますね。そうですね、そして子供も飲めるんです。子供も飲んで、はい、なんかミルクで薄めるとかじゃなくて、いやそうではなくて、でもまあちょっと薄め、うんうん、で生産者はみんなプライドが持ってる。私はなんていうフォーミュラの、赤ちゃんの時、はい、あれはフォーミュラ、はい、ミルクの代わりに、はい、コーヒー飲んでました。俺は哺乳瓶でコーヒー飲んだんだって。そうそう、だからもう昔からもう血の、まあ、半分コーヒーですって。すごいな、コーヒーでタン掛けるのすごい。日本ではティーでが出ましたんで、うん、あれコーヒーが出ないなと思ったんで、うん、そこでその文化が違いか分かったんですね。コーヒーこっちはティーですね。それでもね、あんまり日本人
俺の血液の半分は日本茶なんだよなんていう人はあんまりいないかもしれませんけど、今ね先ほどからね石井さんがこう一生懸命コーヒーを、はい、あのグラインドってやつ、あのなんていうんだよ、グラインドしてくださったんです。匂いいってますか？あね、マスク越しでもね、うん、今ちょっとコーヒーの香りが漂ってきます。多分マスク今隣ですからもう来てるんですね。多分これマスク下ろしたらもっとうわって入ってくる。そうですね、もうちょっと、はい、あ結構あれですね、こう結構かかります。豆からやってくださるとそれだけの手間というかあのプロセスがかかる。まあ、ボクサーだからもう簡単にできると思う。ああもう自慢の腕力で立ってもいいですか？あはいはい、ありがとうございます。今こちらにあの用意してくださったなんかすごいハイテクな、なんでしょう、なんかミニ IH ヒーターみたいなの。IH じゃないです。 IH じゃないですか、何でしょうこれ。これはかりですね。はかりと、あはかりなの、あと時間を、時間と重さを同時にこう測れる、はい、時間と重さを同時に、はい、抽出時間と、はい、あとはこの今どれくらいお湯がこう注がれてるかっていう重さが測れる。結構 ミリグラム単位まで測れちゃったりするんですか？そうですね、 0.1 グラムまではあの気にして調整してます。もうプロの方は、はい、皆さんそうだと思います。皆さんそうです、はい、それで本当に変わっちゃうものですか？そうですね、やっぱコーヒーはそのコーヒーと水の比率と、うん、あとお湯の温度と時間がすごい大事なんですよ、はい、なのでそこの比率が変わっちゃうと香りがきてます、はい、きてます。味が変わってしまう、はい、うん、これはとても嬉しいです。グアテマラで頑張ってあのその四川の美味しさをどうやって守るって考えて、うん、でここもすごい一生懸命その美味しさ、そうですよ ね、 まずね、うん、やっぱりその生産者のまあリスペクトというかちゃんと大事に作ったものを大事に焙煎するという、とてもみんな嬉しいんです。あの、プロの方はあの今からの向こうで作ったコーヒー、はい、今作ったので、はい、いやこれはなかなか貴重な体験ですね。ね、あのカルロスさん、その日本でその最初は高級コーヒーを輸入する会社を始めた、まあそのまあ、輸入貿易ビジネスを始めたっていうことですね。日本で、生豆を買ってここで焙煎して、セレクションバイカルロスでしたんですね。あ、セレクションバイカルロスその名前に光るカルロスセレクションで、はい、あのラクシュリーコーヒーブランド、うん、ダークスコーヒーっていうブランド、でそのそれで、スタートしました、グアテマラで、うんうん、じゃあそのコーヒーのため作りたかったんですね、うん、そっか、ただこう買って売るだけじゃなくてもっとこう、まあ、先ほどの、ね、お話にありました、そうです、ね、生産者の方々にもあの買ってくださる方にも、はい、こう届けたいものがあった。自分は見てなかったのがあのすごい成功するというあの生産者いっぱい来るとい、ありがとうございます。皆さんからのコーヒーにまつわるメッセージ質問お待ちしております。明日の食べる学部、今日は美味しいコーヒーの未来お届けしています。ここで一曲いきましょう。台湾のバンド、ステイクール。コーヒーの抽出音も聞こえてくる癒しの一曲、ビター。
明日のカレッジキニマンス塚本二希です。今日のクラスは明日の食べる学部、おいしいコーヒーの未来。講師にはグアテマラでコーヒーの小規模農家をまとめていらっしゃるグッドコーヒーファームズのカルロス・メレンさんと、東京の蔵前でコーヒーを提供されているリーブスコーヒーロースターズの石井康夫さんです。今こう CM の間にですね、ちょうど石井さんが入れてくださったコーヒーができましたので、ちょっと一口飲んでみたいと思います。いただきま す, ます。カルロスさんのところのサルーサルーサルー、グアテマラのコーヒー。んー、なんだこの香り。石井さん、なんかあのなんでしょうね、あの薄い香りじゃないんですけれど、こうスーッと、なんだろうな、透明感のある香りって言ったらおかしいかもしれませんけれど、どういう表現が正しい、適切でしょう。僕なら、はい、そのプラムとか、うん、ちょっと黒糖のような甘さ、はい、うん、あとはこうキャラメルとか、はい、うん、焙煎から出てるものなんですけど、それは、うん、キャラメル香もあるかなって思いますね。なんかこうゆっくりね、こう、うん、匂いを嗅いでちょっとこう味わおうって意識すると、うん、今おっしゃったようになんかいろいろなこうフレーバーが浮かんでくるというか、うん、あの分かりやすくないだからいいみたいな。カルロスさんもこういうあのこういうタイプのコーヒーがお好きですか？あ、もちろん好きです。うーん、毎日飲んでます。毎日飲んでます、はい、なんか朝昼夕方夜飲むコーヒーでなんか好み違います？あります。やっぱりそうなんですか？なんかその朝のコーヒーは元気になるとか、なんかこだわりが、そうですね、あの、まあ、いろんなプロセスがあるんでそれで味が変わるので、はい、朝はあのこんな感じのもの、はい、で昼はもう少しフルーティーで、夕方は、ワインに近いの味、ワインに近いコーヒーの味もね、まあ、その素人からするとね、何言ってんだろうって思うんですけど、石井さんやっぱりそのなんですか、もうお仕事でもそうですけど、1日に何杯ぐらいコーヒー飲んでます？結構飲みますね。営業中だと多分試飲しながらとかなんで、おそらく10杯以上は、このワンカップでいくと多分10杯ぐらいは飲んでんじゃないですかね。すごい。カフェインハイとかなりません？ふーって。いや、あんまりならないですよね。何ですか、うん、焙煎がこう浅い方が、はい、あのカフェインって高いんですよ実は。浅い方が高い、はい、なのが、あの焼いていくとどんどんカフェインはなくなっていっちゃう。そうなんですね、うん、なぜか逆かと思ってました。そう、普通逆にね、考えられますよね。ダークの方がガツンとくるのかなって、うん、逆なんですよね。焙煎が浅い方がカフェインが残ってるっていうイメージですかね。それはちょっと勉強になりました、うん、まあ、この後は11時台もね、あのお二人と一緒にコーヒーの生産のお話続けていきたいですけれど、まあ、先ほどカルロスさんが教えてくださったグアテマラのコーヒー農家、まあ、97% が小規模農家ということですけれど、まあ、経済的にも環境的にも、いろいろな、まあ、課題が多い中で、カルロスさんが今やっていることをこう通してどう変わっていくのか、そんな話をしていきたいと思います。皆さんからのコーヒーに関するご質問メッセージお待ちしております。ツイッターではハッシュタグ明日のカレッジ、メールは明日のアットマーク tbs.co.jp でお待ちしております。この後はお知らせを挟んで Nikki's Green English です。明日のカレッジ Nikki's Green English。 Hi everyone、 ここからは地球環境に関する最新のトピックスからすぐに使える英語フレーズを学んでいく Nikki's Green English の時間です。
それでは早速今日のトピックをチェックイットアウト。列車のチケットが売れるたびに木を植えるサービスが始まりました。ロンドンを拠点とするニュースメディアポジティブニュースの記事から。このサービスを手掛けるのはイギリスの列車チケット予約会社トレインハガー。列車のチケットが売れるたびに50ペンス、およそ70円が2つの森林保全団体と設立した植樹基金に充てられる仕組みです。まもなく最初の2500本がロンドンから列車で1時間ほどの森に植えられるそう。2025年までにイギリス全土に1000万本の木を植えることを目標としているそうです。自分の列車のチケットで植えられた木の場所や成長の様子を知ることができるアプリも開発中とのこと。植えられた木に会いに列車に乗って出かけるのも楽しそうですね。さて今日のこの話題を英語で言うとこんな感じ。 A service to plant trees every time a train ticket is sold has been launched. 今日ピックアップするのは一番最後に出てきた launch。 launch スペルは L-A-U-N-C-H launch。意味は売り出す、発売する、立ち上げるなどです。もともとはロケットの打ち上げや船の出航などで使われる言葉でしたが、今では新しいビジネスやサービスをスタートする際にも使われるようになりました。日本語でも最近よく耳にする言葉ですね。例えば We launched a new business。私たちは新しいビジネスを立ち上げました。こんな風に使う言葉です。ちなみにこれに似た単語 release は商品の発売や情報の公開を表す際に使えます。 launch はより大々的な取り組みを始めますというインパクトの強い言葉として覚えるといいかもしれません。それではみんなで発音してみましょう。 Repeat after Nikki. Launch. Launch. A-U のところをしっかり A と伸ばすことでランチにならないようにしましょう。 Let's try again. Launch. Perfect.では最後にもう一度ニュースをゆっくり読んでみます。列車のチケットが売れるたびに木を植えるサービスが始まりました。 A service to plant trees every time a train ticket is sold has been launched。 聞き取れましたか？今日の Nikki's Green English はここまで。しっかり復習したい方はポッドキャストでアーカイブしていますので、通勤通学、お仕事や家事の合間にチェックしてください。 See you next time!
お送りしたのはブレッド・イフでした。1971年のナンバー。こちらの曲の歌詞には、 If a face could launch a thousand ships then where am I to go とあります。顔が千隻の船を走らせることができたら僕はどこに行けばいいのだろうという歌詞ですが、千隻の船を走らせる顔とはと思いまして調べましたが、この千隻の船を走らせたのはトロイのヘレンが元々のモチーフになっているそうです。千隻の船を走らせるほどの美貌を持つ女性に向けた曲というふうに解釈すればよいのでしょうか。ここまでは Nikki's Green English でした。この後は再び明日の食べる学部、おいしいコーヒーの未来です。明日のコレッジ、明日のカレッジ、明日のカレッジ、明日のカレッジ。明日のカレッジ、今日の講師はグッドコーヒーファームズのカルロス・メレンさんとリーブスコーヒーロースターの石井康夫さんと一緒に美味しいコーヒーの未来について考えています。2人とも引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リスナーの皆さんからいろいろな、ご質問感想来ていますね。先ほどはグアテマラとワールドコーリングをつなぎまして、多分明日のカレッジ史上最高人数のワールドコーリングでしたが、あの水もガソリンも燃料も使わない脱穀バイシクル、これに関して、はい、ツイッターのアンドンさんがスポーツクラブのバイクみんなこれにすればいいのにと言ってまして、いいですね、役に立つエクササイズマシーンっていうのはね、はい、ちょっと一石二鳥ですよね。でそれでこうあの脱穀したコーヒーをなんか隣の店でこうローストしてもらうとかそうです、ね、なんかあったらいいですね。でこちらですね、先ほどその脱穀された、まあ、コーヒーチェリー、その、まあ、私よく知らなかったんですけれど、もともとはフルーツであるとコーヒーは、はい、でそのマンゴーみたいに甘い、はい、糖度のその皮の部分をは、まあ、剥いで中に豆が入っている、はい、でこの剥いだそのじゃあフルーツの部分はジャムやソースにして加工したりできないのかなとビビさんが聞いているんですけれど、はい、これなんか甘いフルーツならなんかお菓子とかにできないですかね、カルロスさん。できるんですね、うん、私たちはやってます、はいはい、あの先ほど言いましたんですけど、それゴミになってるんですね普通。私たちはそれで、スーパーフードを作ってる。スーパーフードお出たスーパーフード、あのそのフルーツからティーも作れるので、ティー、はい、紅茶、お茶、はい、コーヒーのお茶、そうですね、不思議ですね、コーヒーのお茶でもあのコーヒーと味は違う、甘いんです、フルーティー、ハイビスカスとローズヒープに近いんです。でポリフェノとっても高いので肌にすごくいいんですよ。あ あらポリフェノール、あら、でもその元々はそのゴミとしてもう川に流されていたものを、はい、まあ、その実あの使うことができる、そうですね、これいいですね、地球のため と、新しい収入になるって考えたので、はい、それで頑張っています。そういうね、あの意外なコーヒーの楽しみ方もこれから増えたりしたらいいですね。そうですね、ジャムやソースはどうですか。はい、それ作れるんですよ、はい、あのシロップとかいろいろ作れますので、あのコーナーにしたらそれもパンとも混ぜて、うん、まあ、パンが作れるんですね。ちょっとぜひ今後の商品開発期待しています。はい、こちらはアルキミアさんのご感想です。以前グアテマラに行った時にコーヒーが特産だと聞いてコーヒーを飲んでみたけど酸っぱい感じのコーヒーだった。現地には高級コーヒーはなくて良いものは輸出しちゃうって聞いたということです。はい、これそうです。今でもこんな感じですか。今は少しずつ変わってるんですけど、うん、でも私のスタートもそんな感じでしたですね。日本であのベストのコーヒーがあったのでここでスタートしました。でもなんか
なんて言いますかね、そのちょっとフェアじゃないなと感じはしますね。そうですね、うん、ので今私たちはあの生産者のためにもあの作ってるんですね。実は初めて自分たちのコーヒーは飲んだんです、あのこのプロジェクト、まあ、この会社に入ってから、はい、じゃあもうこのグッドコーヒーファームズに入る前はあの生産者さんたちはそのコーヒーの、まあ、豆ではなくチェリーの状態で売って、そこから先自分の作ったコーヒーを飲むことできなかった。そうですね。いか どんな感想でしたか、初めて自分のコーヒーを飲んだ人たちの。びっくりびっくりした。そう、で私ももうあん、まあ、なんか嬉しすでもう涙出るぐらいで、あすごいなと思ったんです。みんなのリアクションが来て、いいな。でもね、なんかやっぱり普通に考えると、その例えばお米農家さんが自分のところで作ったお米を食べたことがないっていうのもそんなことありえないと思うじゃないですか。でもコーヒーとかね、あの、まあ、おそらくカカオとかもそうと思いますけれど、なぜこういったシステムになってしまうのかなという疑問がありますね。こちらご質問がじゅんさんから来ています。じゅんさんもですね、もともとコーヒーが飲めなかったのですが、オーストラリアのメルボルンで、たまたま飲んだアイスコーヒーで人生が変わりましたとおっしゃってます。やっぱりなんかいいコーヒー飲むと変わるんですね、人生って。うん、変わると思います。僕も本当その一人ですね。で、こちらじゅんさんからのご質問です。2050年にはコーヒーが気候変動で飲めなくなってしまうかもしれないと聞きましたが、コーヒー屋さんの目線で、そして消費者がどんなことで未来を変えていけると思いますかというご質問です。これもね、少し前にあのニュースで取り上げられました、あの気候変動が進んだらもうコーヒーがもう自然のコーヒーが絶滅しちゃうんじゃないかっていう、これに関してカルロスさんどう思いますか。そうですね、大変、ですね、まあマーケットの問題もあるんですけど、まあ、グローバルウォーミングの問題では貧困の問題はもっと大変になってるんで、うん、まあ、グローバルウォーミングで、木も死んでるとかその問題があるんですね、うん、そして貧困で、まあ、同じつながってるんですね、生産者はもうやめてるんですね、もうコーヒーは作らないってなってるんで、そこでやっぱりアクションですね、今、うん、明日じゃなくて今でしないといけない。その中で、私たちは、そのサステイナブルで頑張って、はい、今やってますですね、うん、まあ、さっきもね、あのカルロスさん、その サステナブルとは、まあ、地球と人と社会があるけれど、まあ、カルロスさんはその地球環境よりも人の方を、まあ、ヘルプしなきゃいけないとおっしゃってました、はい、そうですね、それはやっぱりちょっとね、確かにその環境を守ろうといっても、環境を守るためにはまあ時間もエネルギーもお金もいるけれど、それがなかったら誰が環境を守るの。そうですね、だから人間をまずヘルプする必要がある。ノウハウは大事ですね、うん、ノウハウ、トゥールスも大事、あとルート ルートマーケットを上げる、も必要ですね。ただ教えるとか機会も上げるんで、でもマーケットがないと収入はならないので、それ全部あの、システムな感じで、しないといけないなと思っています。まあ、あと私も昔フェアトレードのコーヒーを売るお店で働いたことがあるんですけれど、まあ、その何でしょうね、普通の例えばスーパーマーケットに行ってあのコーヒーを選ぶときって、なんかそのあんまり生産者の情報がないと思うんですよね、まあ、こういう味わいでこの国で作られてますぐらいで。でもやっぱりそのこのじゅんさんがおっしゃってるみたいに、そのじゃあ気候変動でコーヒーが飲めなくなってしまう、じゃあまずコーヒーの生産者、人を守りたい、でじゃあ私がコーヒーを買う人として何ができるかと思うと、何をどうの基準で選んでいいか迷っちゃうんですよ。ちょっとなんか石井さんに何かこうアドバイス何かいただけたらなと思ったんですけど、はい、そうですね、消費者目線さんで言うと、今までこう普通にこうコーヒーを一杯買って、うん、何気なくもらってたその紙コップ、まあ、それを一つのこう気づきで、みんながこうタンブラーだったりとか
を持って一杯のコーヒーを買うことで、まあ、たかだか一杯かもしれないですけど、まあ、それが全世界で同時に行われたらきっと多分それはパワーになるんじゃないかなって僕は思ってるので、うんうん、消費者さん目線ではそういう未来が描けると、うん、つながるのかなと思いますね、うん、はい。まあ、今日もねあのお二人の話を、うん、聞いて、でまたグアテマラの人たちの顔も実際にねあの YouTube の画面で見れてあ、この人たちが私が今飲んだコーヒーを作ってくれたのかっていう、そこでなんかちょっと今まで考えたことなかったなんかつながりを、まあ、気づける、発見できるっていう。じゃあこのつながりを大事にしたいから、ここからこれからずっと買おうってなるかもしれないし、うん、ね、なんかそういなんかカルロスさんすごいニコニコしてますけれどここはあの今ここにいてすごいと思ってますね、うん、あーってあのすごい大変だったんですけど、まあここで今いろんな人も来てるのであと見てるんですね、うん、嬉しいです。もうつながりはある、トレーサビリティができる、トレーサビリティそれはポイントですね。あ、そのまさにそのどこの誰がどういう風に作っていくらで売られてっていうのも全部分かることができたらいいですけど、まあ、なかなかねあの全てのコーヒー会社さんがそれをするのはまだ今の時点では大変かもしれないけれど、でも小規模農家の集まりだからこそできることでもあるのかもしれない、ね、そうですね、それは大きいポイントです、うん、もうまあそれは大変です。でだから大きいところはあまりやらないんです。まあ大変でしょうか、ね、うん、次にこちらですね、サチさんからのご質問です。お二人はコーヒーウェーブについてどう思いますか？次に来るブームはどのようなコーヒーと想像しますか？石井さん、今は、何番目のウェーブですっけ？サードウェーブって言われてますけど、うん、あんまり気にしてはいないですね、うん、まあ必然的にその産地個性をこう表現するためにこう焙煎が浅くなってった、まあ、自然な流れだと僕は思ってて、まあ、それがこうサードウェーブって呼ばれてますけど、まあ、次はそのコーヒーが変わるというよりはそのコーヒーの提供の仕方が自然に変わってくれるといいなって思ってます、はい、というのも、うん、もう普通にさっきも言ったんですけど紙コップに入れるのが普通じゃなくて、もうお持ち帰りのコーヒーできますよ、その代わりあのタンブラー持ってきてもらわないとダメですよ、うん、みたいな、その提供の仕方でこう変わってくるのかなって思います。それはあの紙コップで飲むのと、うん、マイタンブラーで飲むのとでコーヒーのどんなところが変わるんでしょう？単純に、まあ、ゴミが出ない。まあそりゃそうだ、はいはい、もうそこしかないですね、むしろ、うん、ね、まあ、なんかねやっぱりその忙しい日々を過ごしてね、なんかちょっと、うん、まあ、ちょっとパッと例えばまあコンビニとかあのテイクアウトでコーヒー飲みたいっていうのは、まあ、現代社会あるあるだと思いますけれど、うん、そこでやっぱり、ね、もう5分10分後にはゴミになってるものをこう作り出してしまうっていう、うん、そこはやっぱりその消費者側の何でしょう、努力が欠かせないですよね。意識努力だと思います。でも、うん、それがまだダメだって分かってない人たちが本当に多いと思うので、うん、まあ、それしょうがないと思うんですよ、うん、だから僕らはその気づきを与える役者として、うん、気づかせてあげる、うん、そうかなと思います、ね、うん、そうですね。で、まあ、あの先ほどもねあのコーヒーを作るプロセスから出てくるまあ、ゴミになるそのコーヒーチェリーの実の部分をねティーにしたりあとシロップにしたりっておっしゃってましたけれど、あと他にもあの環境の配慮としてやってる、グッドコーヒーファームズさんの活動でコーヒーの木、はい、コーヒーの木もちゃんとこう再利用しているっていうのを、それすごくいいなって思ったんですけどこちらねコースターがねちょっと今あるんですけど、はい、コーヒーの木をこう切って作ったすごいあの素敵なコースター、木のぬくもりそのまんまなんですけれどありがとうございます。結構意外と細いんですね、コーヒーの木って。そうですね、私の手のひらぐらいの大きさですけれど、はい、その、ポイントでゴミになってるんですね。あまり使い方法はないんで、
でもそれ私見て、まあ、日本でいろいろ見たことあるので、これなんかうまく使えるんじゃないかって思って箸まで作ったんですよ。箸、箸、スプーンとかお箸とか、コーヒーの木のお箸そうです。それ気になる。スプーンとかいろんなもの、入れ物とか、はい、コップまでも作ってるし。へえ、それはちょっとなんでしょうね、まあ、あの日本のまあいいところでも悪いところでもあると思うんですけれど、その商品グッズ展開するとあの結構みんな飛びついてくれるというそこはちょっと大きなマーケットかもしれませんね。そうですね、ガテマラでこのテーブルと同じ大きさのものも作ってるんです。コーヒーの木のテーブルとか買いたいは高そうだけどそれこそ高級コーヒーるとかある。家中高級コーヒーで作っちゃいましたみたいな。はい、ありがとうございます。ここで一旦お知らせに行きます。明日のカレッジ。For the next 100 years to come, we got to keep on learning how to live. 明日のカレッジ。明日のカレッジ、今日は美味しいコーヒーの未来をお届けしてきました。ツイッターのカズマさんのご感想、コーヒーってストーリーがあるのが素敵ですよね。農場に思いを馳せてゆったりとした気持ちでコーヒーの味の個性を楽しむ時間の贅沢なこと。ストーリーがね、まあ、今日のお二人の話を通してすごくその改めて生産そして焙煎の裏にある、ストーリーに気づかされました。あっという間にお時間ですけれど、まあ、カルロスさんと石井さんからお一人ずつちょっと最後に皆さんへのメッセージをお願いしたいですが、カルロスさんからお願いします。おいしいさの未来については、私の考え方ではやっぱりあのサステイナブルで頑張っておい、しいコーヒーを作る、あの私たちは世界のいろんな国に入る予定があるんで、それで頑張ります。はい、でこっち側はあのロスターたち、あのプロのあのリーブスコーヒーみたいな方と一緒にあのコミュニティで頑張るしかないなと思ってます。でも頑張ったらいいことになります。で来てる方みんないっぱい飲むだけで、あの一緒にコーヒーで世界を変えることができる、うん、私たちは今コーヒーチェンジングザワールドというスローガンやってます。それでみんなで一緒に、頑張ることができます。で自転車小さいなんですけど20トンがワンシステムで作れるので、あの小さい機械では大きいこともできるってすごく分かったと、はい、ワンステップでいろいろできるので、おいしさは私たちの頑張るの中で できると思います。あ、素敵です。ありがとうございます。石井さん、このコーヒーコミュニティ、これからどんどん広がって盛り上がっていくと思いますか？盛り上がっていくと思いますね。あとは消費者さんのその気づきのレベルがもっと上がることで、おそらく、生産にももっとつながってくるんじゃないかなと思います。はい、ですね。まあ、そのためにそのコーヒーを、まあ、いただく側としても、まあ、どうしたらゴミを出さずにコーヒーを楽しめるか、あとどうしたら少しでもその地球の、ね、まあ、裏側ぐらいのところにいる人たちの生活お仕事が豊かになるためにコーヒーを楽しめるか、そういうこともね、あの今日は知るきっかけをいただきました。グッドコーヒーファームズのコーヒーについては公式のウェブサイト goodcoffeefarms.com にてご確認ください。そして東京蔵前にあるリーブスコーヒーロースターは土曜日日曜日月曜日の限定オープンということだそうです。はい、結構あれですね、あの限定されてますね。そうなんですよ、あの焙煎日と営業日をあの分けてまして、
必然的に3日間だけになっちゃうっていう。なるほど、はい、本当は開けたいんですけど。じゃあ、残りの週4日はずっと焙煎されて、そのうちの2日間を焙煎してて、あとはクオリティコントロールだったりとか、あとは、卸のお客様に配送だったりとか、はい、小さいお店でやってるので、まあ、実際フリーで開けれるのがもう3日間だけ。ありがとうございます、まあ、情報はインスタグラムで、リーブスコーヒーロースターズで検索してください、お二人とも遅い時間までお付き合いいただきました。グッドコーヒーファームズのカルロス・メレンさんとリーブスコーヒーロースターの石井康夫さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。お送りしたのはオフィシャルヒゲダンディズムコーヒーとシロップでした。お知らせの後は慈恵学園コムグループプレゼンツ、あなたの夢は何ですか？です。慈恵学園コムグループプレゼンツ、あなたの夢は何ですか？今日は私花輪がお送りします。この番組は毎回人生で大きな夢を追いかけている夢追い人を紹介します。
あなたの夢は何ですか？今日の夢呼びとはこの方です。はじめまして、高萩桜眼科で首脳訓練士をしています吉田美穂です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。首脳訓練士というね、はい、お仕事ですけれどもね、あんまり聞き慣れないお仕事ですけども。そうです、ね、どういったお仕事になるんですか？はい、首脳訓練士は、うん、国家資格でして、はい、視力検査とか、うん、視野検査、眼底検査といった、うん、一般的な検査のほかに、うん、あとは斜視とか、うん、弱視で困っている、お子さんの、治療計画を立てたりする、うん、そういう職業になっています。今お年をいくつになるんでしょうか？28になります。28歳ということでね、はい、まだお若いですけどすごいですね。視力検査、はい、なんかものすごい進化してるって聞きましたけど、昔はねもうこう片目こう押さえて、はい、なんか右左とかこうやってましたけど、全然今違うらしいですね。そうですね、今は視力測る前に、うん、機械を使って、うん、ある程度の、音数ですね、近視とか遠視っていうのを測って、うん、それをもとに視力検査として、レンズを使った検査っていうのをしていきます。あとね、他にはですね、視野の検査、はい、この点滅する赤い点を見る検査ですか？そうです、視野検査は、うん、見える範囲を調べる検査なので、うん、光をこのどれぐらいの範囲が見えてるかっていうのを、うん、調べていく検査になります。はい、僕はずっと目がですね、はい、めちゃくちゃ良くて2.0 だね、ずっとすごいです。それでこの間測ったらちょっと下がって 1.5 でした、両方十分見えてると思います、ね、ただやっぱり、ね、老眼が来ちゃいました。老眼は目がいい人ほど老眼になりやすいとか言うんですか？あるんですか？そうですね、目がいい人ほど、うん、老眼が来るのが早いと言われていて、そうなんだ、誰にでもなるんですけれども目がいい人ほど早いです。なるほどね。もう老眼になった時ちょっとショックでしたけどね。でもそれはね、別に当たり前のことですからね。そうですね、年齢の変化ですので、うん、はい、ですよね。はい、そんな吉田さんが首脳訓練士を目指そうと思ったきっかけを教えてほしいんですけど、はい、きっかけはですね、うん、子どもの頃なんですけれども、うん、私自身弱視でして。お、そうですか。視力が出なかったんですけれども、うん、進路を決める際に最初は薬剤師になろうと思っていて、うん、ずっとこう学校を探していたんですけれども、うん、高校3年生の夏にこの首脳訓練士っていう仕事を知りまして、いろいろ仕事内容を調べていくうちにこう自分の過去とリンクすることがあって、うん、この経験を自分の経験を生かして働けたらなと思ってなりました、はい、心強いですよね。ね、自分もやっぱ経験者っていうのがね。あ、そうですね、はい。そんな石田さんが自分の夢に向かって学んだ学校とコースを教えてほしいんですけど。はい、はい、仙台医研専門学校の首脳訓練科です。うん、これどんな授業があるんでしょうね。なんか想像もできないんですけど。そうですね、私が通った学科は3年生のコースなんですけれども、うん、大きく分けて座学と、実習があります。うん、で、講義とか座学では目の解剖とか、うん、あとは、はい、どこに何があるかとかを、すごいね、はい、見たりとか、あとはその病気のこととか、うん、あとは斜視弱視について学んだりします。うん、すごいですね。はい、目の検査のこう練習をする授業とかもあるんですか？はい、あれは実習があるので、うん、現場と同じ機械を使って、うん、実際に学生同士で測ったりですとかやってます。はい、そういう機会もあるんですか？あ、そうです。学校にね、はい、いやー、すごい驚きですね。すでにね、経験を積まれていて眼科スタッフの指導などもね、任されているというふうに聞きましたけど。そうです、ありがたいことに、ね、させていただいております。はい、眼科ではその未経験スタッフに対して、うん、機械の説明だったりとか、はい、病気の話を一から
するので、とても自分自身も勉強になりますし、うん、教えるということが好きなので、うん、とてもいい経験になってるなというふうに思っております、うん、なるほどですね、はい、結構でも首脳訓練士目指す人多いんですかね、どうなんでしょうね。いや意外と少ないとは思います、うん、やっぱり看護師とかと比べたらどうしても、ね、人手不足と言われていて、うん、理想は医者1人に首脳訓練士2人っていうふうに言われてるんですけれども、うん、でもやっぱその現状足りない状態になかなか、はい、足りてない感じなんですね。そうですね、はい、でも目ってね一番こう分からないというか ね、すごく不安な場所でもありますからね、はい、そうですね。いやー、首脳訓練士目指す人が増えるといいですね。そうです、本当そうですね、はい、はい。さあ、そんな首脳訓練士を目指している後輩の皆様に何かアドバイスがありましたらお願いします。はい、首脳訓練士はさまざまな年代の患者様からありがとうという言葉をたくさんいただける職業だと思います、うん、まあ、五感のうち視覚は約 80% になっているというふうに言われているので、うん、首脳訓練士はその資格に特化した職業だと思っております、うん、まあ、患者様との距離がとても近いので、うん、まあ、見え方の違和感だったりとかっていうのにいち早く気づけるような立場になっていると思います。なるほどですね、はい、いやありがとうございます、そんな吉田さん、もっと大きな夢があるのでしょうか。吉田さん、あなたの夢は何ですか。はい、私の夢はより信頼していただける首脳訓練士になることです。素晴らしいですね。まあ、その思いはやっぱあるんですか。そうですね、首脳訓練士を目指している学生に眼科の魅力だったりとか楽しさっていうのを授業を通じて教えたいなという気持ちがあります、うん、まあ、そして患者様からとか、あとは眼科スタッフの、うん、みんなからも信頼されるような、うん、首脳訓練士を目指しています。はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組は YouTube でもご覧になれます。あなたの夢は何ですか。 TBS で検索してください。今日の夢呼びとは高萩桜眼科で首脳訓練士、そして仙台医研スポーツ専門学校で首脳訓練科の講師をしております吉田美穂さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。
お送りしたのは今週の TBS ラジオ推薦曲 LMYK でゼロでした。いや、こんな時間にコーヒーを飲んでしまった私の、数時間後が、まあ、皆さんの想像にお任せします。はい、いや、カルロスさん、石井さんのお話、そしてグアテマラの皆さんと、ね、リモートでつながって、あ、この人たちが私が今飲んでるコーヒーを作ってくれたんだって、こんなリアルな、ちょっと経験はあまりないですよね。でもなんだろうね、こういう生産者を守る、地球環境を守るコーヒーって、なんかこうすごい特別なスペシャルなプレミアな、ちょっとこうお値段も それなりにっていうイメージが今はまだちょっとあると思うんだよね。でもなんか、なんでしょうね、こう本当の私の理想を言うと、もうコーヒー飲みたいと思ったら、それがまあ缶コーヒーだろうが、インスタントだろうが、まあ、テイクアウトだろうが、純喫茶でいただくコーヒーだろうが、あ、このコーヒーを飲んでいることで作ってくれた生産者の、まあ地域の環境とか生活の質が応援されてるんだよなっていう、すごく当たり前のことがもっと、まあ、当たり前になってほしいななんて思うんですよね。それかもうパンプキンスパイスラテでもいいし、もうなんかね、私たちがこれからできることといえば、まあ、一杯のコーヒーを通してどんな世界の変え方、影響がそこにあるのかっていうことをね、まあ、あまり重々しく考えずに、楽しく気軽に考えることを、まあ、一つの習慣にしてみるのもいいんじゃないかななんて、そんな風に思いました。今日も一緒に学んでくれてありがとう。赤坂 TBS ラジオのスタジオから、キニマウス塚本仁希がラジオと YouTube ライブでお送りしてまいりました、明日のカレッジ。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。たくさんの方々からのメッセージ、ご意見、ご質問いただきました。マロニエさん、サトさん、ヨーコさん、テラちゃん、リノリーノさん、ジュンジュンさん、その他たくさんの方々、ラジオ、ラジコ、 YouTube でご参加いただきありがとうございました。この後 YouTube ライブの方でアフタートークをしながら今日の放送内容を振り返りますので、お時間ある方はぜひお付き合いください。さて、明日水曜日はどんな内容かと申しますと、これはですね、私が個人的にとても大好きなミュージシャンの方がいらっしゃいます。リモートですが、七尾旅人さんが講師にいらっしゃいます。七尾旅人さん、ご自身のツイッターで8月22日からある呼びかけをされています。コロナで自宅療養している人たちに、食料も届かずひもじい心細い思いをしている人たちに、フードレスキューという取り組みを始めたそうです。一体フードレスキューとは何なのか、そしてどんな思いでその活動をされているのか、まあ、その活動からいろいろなアクションが連鎖されているように見えますが、明日は七尾旅人さんにお話をじっくり聞いていきたいと思います。面識のない人々が自発的に広がってつながる新しい可能性、遠慮は不要から変革を起こす、その活動に迫ります。ぜひ明日もお付き合いください。それでは今日の明日のカレッジは、くるりバースデーでクロージングです。 See you tomorrow、 また明日お会いしましょう。バイバイ。
ですか？飲んでますか？私はコーヒーを飲んでいます。はい。Buenas noches! Comprende? Sí! Sí! Hablas español? Sí! あのスペイン語の面白いところってあのびっくりマークつけて文章書くときに文章の頭のところで逆さまのびっくりマークをつけて始めるところがねあれ何なんですかね。あのいや私本当にもう全然なんでしょうあの大昔小学校5年生の時になんか知んないけどあのちょっとまあいろんな国の言葉をちょっとまあ勉強しようっていうちょっと期間が学校であってでなんかこうマオリ語とスペイン語をなんかあとフランス語をなんかそのローテーションでちょっとやった時期があったんですよ本当に一瞬だけでなんか知んないけど当時自分は小学校 5年生ぐらいでなんかスペイン語が一番ね面白くてだから今でもあのなんかオラあのメヤモニキテンゴドセアニョスってこんにちは私はニキです12歳ですっていうところはねあの一生忘れないぐらい暗記したんですけどまあちょっとあの12歳じゃない年齢の言い方はねちょっとちょっと考えてしまうんですけれどまあそんなことはどうでもいいんだはいまあスペイン語もちょっとねやってみたいななんて思ってますけれどアプリかなんかで今日ちょっとね久しぶりになんかやってみたいなって思いました。はい、まあ、今日はあのコーヒーの未来、そしてまあサステナブルで美味しいコーヒーの未来について、グアテマラ出身のカルロス・メレンさんをまず、お招きしましてお話聞きましたけれどやっぱりねあの本当にパッションがある方でしたよね。なんか、まあ、すごく気さくでフレンドリーな方ででなんかまあ、最初はね普通にこうビジネスマンとしてこう高級コーヒーを日本に輸入してでまあ商売をされてたと思うんですけれどまあそこからこう生産者の課題点いっぱい気になり始めてあこっちの方もちょっとどうにかしたいなと思いが強くなったというでそこでこう団体を立ち上げてグッドコーヒーファームズという名前ですけど200人、まあ、一つの地域なんでしょうねおそらくそのまとまった地域の200人の小規模農家さんなんかその数で集まると強くなるって言うじゃないですかその個々のままでは、まあ、できることは限られていてもあのそれがこうみんなが集まれば、ね、こういろんなことができるようになるっていうでまあ、そこにカルロスさんのいろいろノウハウとか日本の日本での経験から得た朝礼っていう掛け声の、力も借りてであのいろいろ変えてるそうですけれどいや本当に今日のワールドコーリングはちょっとスペシャル感ありましたね。なんかしかもあれ朝の7時半、うん、めちゃくちゃ早朝にあんなに集まってくれてなんか申し訳ないなと思ったんですけどでもなんかカルロさん言ってたのはいや彼らはもう4時半に起きてもう5時半から仕事してるみたいなことをおっしゃってたんで多分コーヒーブレイクのタイミングだったのかもしれないですけどね。なんかね、石井さんがね入れてくださったコーヒーまだちょっと残ってるんですけど、うんなんかやっぱりホットとアイスで全然変わりますね。なんだろうさっきとちょっとなんだろう、うん、ホットの方が美味しかったかなどっちかといえばアイスでも美味しいですとはね、うんうん、あの正直まだ下がちょっと肥えてないんでなんかあこれは黒糖プラムひまわりの種綿飴のようなっていうなんかそういうねこうちょっとなんかしゃれたあのお言葉出てこなかったんですけれどあのとても美味しくて特別な体験でした。キャラメルですね。プラム黒糖キャラメルってまあなん言われたらそうな気がしました言われたそうちょっとねちょっとこう下の声方がちょっとまだまだ足りないんですけれど、
まあ、でもなんかね、まあ、前回明日のカレッジでコーヒー取り上げたのはもう去年の11月、もうほぼ1年前ですけれど、うん、そんな経つんだ、ね、でもその時はね、オムニバスコーヒー、うん、オニバスコーヒー の、 あの代表の方が来ていただいて、コーヒーの楽しみ方とかね、うん、コーヒーの美味しい入れ方についていろいろ教えてもらいましたけれど、今日はもっとねこうさらにこう遡ってというか原点の方にね近づいてで作っている方々の話聞きました。なんだっけね、いろいろ感想も来てましたけれど、ペンギンだねさんが豆を挽く工程から入れる工程までの音声を聞いていると不思議と香りが漂ってくるのです笑っておっしゃってましてね、なんかコーヒー入れる音ってなんかいいですよね、コト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 ね、なんか私うち今ステンレスのフィルターを使ってるんですよ。普通ペーパーフィルター使うじゃないですか、でもちょっとステンレスのフィルターを使うと、まあペーパー入れてもいいし入れなくてもいいんですけれど、ちゃんとそこでこう抽出できるのがあって、でまあゴミ捨てるのも減るし、ちょっとなんかもうさって洗ってすぐ乾くんでちょっと便利で使ってるんですけど、あれが欲しいんですよね、豆を挽くやつ。今日素敵でした。そうなんかね、豆から入れるっていうのもちょっとなんかやってみたいなって最近思うんですけど、まあ結構なんでしょうね、精密な機械みたいな感じですよね。ね、なんかあちょっとインテリアになんか古いアンティークのインテリアっぽいものもあるじゃないですか。ありますね。なんか引き出しからこう出すみたいな、ああいうのもちょっとなんかインテリアっぽくていいなって思うんですけど、まあ今のところは粉で買っています。はい。あとコーヒーって冷凍庫で保存するの正しいのかなって聞けばよかった。ちょっと最近気になってたんです。なんか冷凍庫で入れた方がなんか長く保存できるって聞いたことありません？なんかね、なんかとりあえずネットかなんかで人から言われたから冷凍庫に入れてるんですけれど、ね、別にそういう必要あったのかな、まあいいや、今のところ冷凍庫に入れています。みのりさんコーヒーとかよく飲みます？飲みます。うん、どういうところで飲んで？家で飲んで、もともとね外で飲んでたんですけど、はい、きっかけコロナで飲むきっかけも減り、うん、はい、じゃあ家で入れてみようかなと思って、はい、家でやってます。なんかこだわりのサムシングとか？一応今日石井さんが使ってた、はい、時間とお湯量が測れる量りを、はい、持ってます。おお、でちょっと実際どうやって使ってます？あれ 0. 何グラムまで測ってます？そこまで測ってない。今日石井さんが入れてるの横目で見てたんですけど、はいはい、なんかどれぐらい入れるのかなと思ったんですけど、意外と豆の量とかもそんなに、うん、なんですかね、 4杯取るのになんかこう計算されてるのかなっていうような感じでもなかったんですけど、でもすごい押してやってたので多分プロすぎてもうついていけなかった速さが、本当教えてほしいぐらいですけど、私結構目分量でやっちゃうんですよね。なんかなんか味が変わるのも嫌で、なんかこうお湯の量がその場で変わってきちゃうと、はい、最初私も家で適当に色見ながらやってたんですけど、うん、なんか味が変わるとなんか自分入れてるから自分は結局まずいの飲まなきゃいけなくなるじゃないですか。そうですねそう、まあ、自業自得になりますね。だったらちゃんと入れようと思って、はい、それで、うん、自分のために、はい、自分が美味しく飲むためにちょっとネットとかでそれこそ検索して、はい、入れてます。で違いやっぱり感じます？あ、今日は美味しくできた、うん、でもある程度自分のそんなの好きな濃さっていうか量がなんとなく分かってきたので、それを心がけて入れるようにして、あとは豆を、うん、なんかこうお取り寄せしてみたり、はい、おでガーって、でもガー今日やってるのを手でやってたじゃないですか、うん、うち電気のやつしかなくて、電気よりなんか手の方が、それは
電源差し込んでボタン押すやつ。そう、あ、それだとなんか味気ないなってちょっと思いました。なんか今日の見てて、うん、なんかこう入れてる時間もコーヒーな感じ、なんかコーヒーを楽しんでるなって思ったんですよね。うん、だったら自分で入れるんだったら、なんかそういうなんか余計な時間みたいなのも楽しむとまた楽しいのかなって思いました。もうなんか そういう余計な手間を、うん、まあ、楽しむ時間が、うん、まあ、あればね、そう使いたいですよね。なんかちょっとじゃコーヒーブレイクってなって、うん、もうガー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 リガーリガーリから始めて、うん、で全部もうその工程を含めてコーヒーブレイク、うんうんうん、だから仕事であってなった時にちょっとコーヒーでよみたいなのに使えたら素敵だなっていう。そうですね、まあでもお家でね、しお仕事されてる時は、うん、そういう、まあ、リモートワークの特権といいますか、そうですね、ありますよね。あと今日はなんかこう作ってる方の顔が見えたので、うんうん、なんか素敵な体験ね、だなって思いました。なんかあんまり なくないですか。なかなかないですよね。なんかあのカルロスさんコーヒー生産者はなんかあんまり喋らないって、うん、なんか寡黙な人が多いみたいなこと言ってましたけれど、なんかこう、うん、乗ってる人がね、こう結構なんか真顔でこう乗ってて疲れませんかって聞いても のみたいな、みたいな。でもなんか失礼しました。ね、でもあの本当に私あのグッドコーヒーファームズのホームページ、うん、あの放送直前にちらっと見たんですけど、うん、あの短い映像があって、うんうん、あれドローンで撮ってるんですかね。本当にもうなんだろうな、そのもう山が山と森でもうなんか山脈かっていう、ちょっとね自分の語彙力をちょっとあの呪いますけれど、本当にねあの自然がすごい素敵なんですよ。で多分これもともとコーヒー農家が始まる前から豊かな自然がいっぱいあったんだろうな、で今もあるんですよ。だからその自然を崩してその、ね、木を切り倒してコーヒーの木を植えるとかじゃなくて、もともとそこにあった自然を生かしながらコーヒー作りをしてる人たちがいっぱいこう点々点々点々点点ともともといたんじゃないかと思うんですけれど、なんかこんなね、そのよくそのコーヒーのなんかパッケージ見てると、なんか標高何千メートルでとかってなんかして高いところなんだなって、でも実際に映像を見ると、あ、なるほど、なんかすごい綺麗だなとこだなって、ちょっとね、あのまあ食べ物飲み物なんでもそうですけどね、なかなかそのもう買っての開けて飲んで捨ててっていうところのね、うん、プロセスで、うん、まあ、まあ考え毎回考えるのも疲れますけど、なんか最後、ね、最後なんか終わりになんかこうね、なんかコーヒー飲むたびになんか生産者のことを考えようねみたいなこと言ってましたけど、いやそれはちょっと面倒だろうって、ね、やっぱり自分でね、やっぱりね、うん、じゃやっぱりちょっと面倒かもしれませんけど、うん、まあでもなんか、うん、そう全く考えないより、たまにね、あ、そういえばこの前グアテマラのコーヒーノートの、うん、話聞いたなみたいな、うん、そんな風でちょっとね思い出して、うん、でなんかねグアテマラって書いてあるコーヒーパッケージ見て、うんうん、なんかそこからね、あとはまあそのメーカーさんとか会社に、お宅のコーヒーの生産者さんはちゃんとあの賃金にあの労働に合った賃金そのもらってますかとか、そういうとこそこのトレーサビリティどうですかみたいなね、たまにちょっとこう問い合わせしてみるとかで、それでなんか意外な答えが返ってくるかもしれないしですけれど、はい、まあ、今日はその一つのきっかけとなるいろんなことを学べました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、でまあちょっとね、あの程よくちょっとコーヒーでちょっとなんかちょっとあの神経がバズってるところですが、明日の告知でございます。明日水曜日は、ミュージシャンの七尾旅人さんが、リモートでご登場です。はい、まあ、七尾さん、旅人さんはね、最近はいろいろな、何でしょう、まあ、音楽活動の傍らで、やっていらっしゃるそうですが、まあ、先月8月22日からね、ツイッターでもうなんか、困ってる人いたら食べ物届けるよみたいな、すごいなんかこうカジュアルな感じでつぶやいてましたけれど、そこからなんかどんどん、うん、
なんだろうな、助け合いの輪が増えてるような印象なんですよね。まあ明日、ね、ぜひ詳しく話を聞いていきたいんですけれど、まあ、このコロナ禍でね、まあ、その経済的に精神的にちょっとねしんどいなっていう人もいるし、あとはどうしてもその自宅、まあ、陽性になって、まあ、感染してしまって、あるいは、まあ、濃厚接触者になってで、まあ、自宅療養をせざるを得ないという人たちがどん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 増えてきていますが、まあ、その人たちに、まあ、食料を届けるという活動を始めた、まあ、個人として始めたタビトさんの話を明日はねじっくり聞いていきたいと思います、ね、本当にもう1ヶ月前2ヶ月前と比べるとね、いろいろもう刻々といろんなことが変わっているように感じますけれど、まあ、その中でもできる人ができることをやってるという、まあ、そんなことをちょっと考えていけたらなと思います。はい、ちょっとぼんやりとしたあの今の心境ですが、はい、明日のお話もぜひ楽しみにしてください。ぜひご参加ください。そんな感じでニキニキ本日お疲れ様です。バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございます。